やるせねえ。だが、政宗様に歯向かうなら容赦しねえぜ。泣きべそかいても知らねえぞ。お侍はみんな倒すんだ俺たちとは分かり合えねえだ俺ら農民に嫌われてるのかよ。小娘、今すぐ農民たちを村へ戻すんだ。処罰なきよう、俺が政宗様に頼んでやる。そんな手には乗らねえだ 戦の上えお侍は、皆悪者だあの青いお侍だって、同じだべおい、小娘政宗様をその辺の奴と一緒にすんじゃねえ人はそんな男じゃねえ信じてくれよ悪いことは言わねえ。引くんだ。な。お侍なんて、もう信じられねえだもう少しだけ我慢するんだ。そしたら、 政宗様が魔王を倒す。必ずだ。その手は、田畑を耕すためのもんだろうが、血に染めてどうするつもりだ農民が、ここまで追い詰められているとは。政宗様、あなたがこれほどまでに急ぐ理由、この小十郎、ようやく理解いたしました。悪いことは言わねえ。 引くんだ。な。ほら、おめえさんを信じることに決めただよ。争いの先に平和な世界があるわけね悪いが、俺に迷いはねえぜ。 伊達軍の皆様が育てたお野菜をいただきましょう。松、それがしは人参が苦手だ。<laughs> 松目が美味しく料理いたしまする。伊達印のお野菜をいただきに参りました。ほう。この野菜に目をつけるとはな。てめえらただの食通夫婦じゃねえな。小十郎、そいつら何しに来たんだ この小十郎が育てた野菜が目当てらしいですが。また、レアな理由だな。悪いが、てめえらにくれてやる野菜はねまあ、ケチにござりまする。ケチだ。野菜不足の刑事のためにも、頼む。ほう、泣かせてくれる。俺は涙に弱くてな。だが涙じゃ野菜は育たねえ。 他は当たんな。とても渋い殿方にござりまする。例えますれば、悪の強いごぼうといったところ。俺の好物を見抜くとは、大した女だ。お野菜は食卓の彩りにござりますゆえ、是が日にでもいただいて帰りまする。調子の狂う連中だ。野菜が欲しいならいくらでもくれてやれ。その代わり、しっかり俺を楽しませてくれよ。 独眼竜、その人参はうまいのかおいおい、あんた人参が嫌いなのか小十郎が育てた人参が食えねえとは言わせねえ。てめえら、こんなに手こずってて大丈夫か見ろ。野菜の新鮮さがどんどん失われていくぜ。堂々とした白菜。まるで犬千代様のよう。や、痩せよん。 やれやれ、ハッピーな連中だぜ。このキュウリ、みずみずしくて、待つみたいだ。いやだ、命をさまったら。ほんとにハッピーな連中だぜ。そこだ、待つ必殺、しゃもじ殴り心得てござります。主を立ててこそ、真の部下の意に。 実にお見事な男っぷりで。この雰囲気、俺には合わねえ。痒くなる。生倉なんかじゃ、この俺は切れねえぜ。チッここで倒れちゃう男が去るぜ小十郎半端やってんじゃねえぞ 五十郎、う熱くなりすぎるな。クールに行けよ。竜の右目だ独眼竜の右目がいるぞ前だけのためとあらば、たとえ修羅の道とて。チッあばよ男ばかりで群れちゃって、ナスの下手よりも悲しいね。なぬ ナスこの伊達軍が